はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第84回でございます。で、今回のテーマが受験勉強って何すればいいのと、まあ、前回告知した通りですね。で、サブテーマがいつからやればいい、そして志望校が決まってない…と、まあ、こんな感じで話していこうと思います。で、今回受験勉強っていうことなので、まあ、受験生向けの話にはなるんですが、大学受験の子もね、もちろんいると思うんだけど、今回は高校受験をちょっとイメージして話させてもらいます。で、なぜかっていうと、この受験勉強に関する質問はね、中3になった子が圧倒的に多いので、なので今回は高校受験をイメージして喋りますので、そこも踏まえて聞いてみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、ですね、まあ、何すればいいのの前に、いつからやればいいが先だね。うん。で、実際さ、みんながね、じゃ学校の先生とか塾の先生でもいいんだけど、先生、受験勉強でいつからやればいいんですかって聞いたら、なんて返ってくると思う。実際みんなが聞いてね、そう質問したらなんて返ってくるか。まあ、大体ね、想像つくと思うんですけど、そう、今からって言われるよね。今から始めなさいと。で、極論言えば今からやってほしいですね、やっぱり。うん、受験勉強は先からスタートではなくて今から。で、もちろん本格的にまたね、ちょっとこうペースをどんどん上げていくのは夏休みとか、まあ、部活動が終わった後とかっていうタイミングはあるんだけど、そっから始めるんではなくて、もう今この瞬間から始めていかないと、どん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 間に合わなくなってしまう。そう、まだまあ1年近くあるしなーなんて思う気持ちはね、すげーわかるんだけど、気づいたらあっという間に過ぎるよ。本当に。なんかね、あれみたいな。あれ夏休みになったなみたいな。あれ夏休み終わってるとか、どんどんどん過ぎていくから。だから、今そうね、受験勉強いつからやらなきゃいけないのかなって思った時点で、今から始めようと。ね、そういうふうに思ってもらえたらと思います。じゃあ、今からやれ、今からやれ言うとりますけど、何すればいいんですかっていう話なわけですよ。で、この何すればいいっていうところも細かく分けるとすんげー細かく長くなってしまう。だけど、まだ今ね、その4月の今日が26か。本当、受験生になったばっかりだよね、みんなね。なったばっかりなので、この時期にまず覚えておいてほしいこと、理解しておいてほしいことかは、受験勉強って大きく分ければ2つです。2つやることがある。で、1個は多分みんながイメージしやすい1、2年生の復習なんだよ。1年生と2年生に習ったことの復習、受験勉強って感じがするでしょ。で、もう1個がすごい忘れがちで、で、これがね、今みんなが学校で勉強してる中3の内容なんです。そう、いやいや当たり前やんって感じもすると思うんですけど、これね、意外とそっちを軽視というか、まあ軽く見ちゃう子って多くて、実際まあ塾講師やってた時とかもそうだったんだけど、受験勉強イコール復習っていうイメージが強いんだよね。でもそうじゃなくって、実際受験勉強、受験問題っていうのは中1、中2、中3からバランスよく出てくるのね。ほとんどの都道府県がそうだと思うんだけど、私立とかとまたちょっと違うところもあるかもしれないけどね。だから中1、中2、中3、どれを捨ててもいけないわけだよ。全部やんなきゃいけない。で、今もしね、中1、中2の復習しなきゃ、中3は後にしようみたいな。ね。っていう風にやってしまうと、今せっかくみんながね、学校の授業とか、あとは塾の授業でもそうですけど、行ってる子はね、で、中3の勉強しているのに、そこで復習とかをしなかったらもったいないんだよね。その時間が、せっかく教えてもらってる、今教えてもらってる内容って吸収しやすいわけだから、今習ったことを忘れないようにしようっていう勉強がすごく大事になります。あとあと今ね、中1中2を固めておいて、後で中3やればいいやじゃなくって、じゃあそのね、タイプの子よりも中1中2の勉強がちょっとペースが遅くなるかもしれない、でも中3の勉強をきっちりやっていこうってした子の方が後々楽です、絶対に。だから中1中2の復習をしながら今習ってる勉強もきっちり確認していく、きっちり覚えていくっていう、この2つのバランスをしっかり取りながらやっていってください。いいかな、これが受験勉強、大きく分けるとね、両方やる、絶対に。で、まあ、いつからやればいいってのはさっきやったように、今からやるべきなのね。でも、この時期ってね、そのサブテーマの2個目にも書きましたけど、志望校決まってない子って多いと思うんだよ、実際。で、俺も中3入った時とか、あと上がった時とか別に決まってなかったし、なんとなく、あの高校、名前はね、ここなんとなく知ってるからさ、あの高校とか行ったら、あの辺かな、あの辺行けたらいいかな、みたいな感じになってくるんだけど、で、やっぱりね、志望校が決まってる子と志望校が決まってない子っていうのはモチベーションの差が出ます。
で、これはなぜかっていうと、例えば A 高校に絶対入りたいって思ってる子はね、もうその高校に入ってる自分をイメージできるんだよ。ああなりたい、そうなりたい、来年の今頃はあそこの制服を着て通ってたいって、リア充になってたいみたいな想像ができるのってすごい力になる。でも志望校決まってないと、なんとなく高校には行かなきゃいけないと思うんだよ、みんなね。行かなきゃいけないと思ってるんだけど、あーまあどこにしよっかなーっていう感じでイメージができないので、やっぱモチベーションにねがね勝てないんだよ、そこの面では。だからじゃあ今すぐ決めてくださいっていうわけでもない。そう、それはすごく難しくって、実際志望校っていうのはそのね学校見学とか行ったりして、やっぱそこで空気とかその先生の雰囲気っていうのを感じて、自分の心に刺さるものというか、あここちょっと行きたいかもって思うんだよ、ほんと。実際そこの高校行って見てみたりすると。だから多分その高校見学とか実際に行くのって夏休みがメインだと思うんだよね。だからそれまではここってなかなか決まらないと思うんだけど、今ぜひやっといてほしいことは、これもね都道府県とか学校によって違うから申し訳ないんだけど、もし今自分の偏差値が分かる何かの模試とか受けたりとか、その都道府県の模試、あとは学校の学力テストも出るとこ多いと思うんだけど、その偏差値が出てきて、大体ねみんなの地域のこの高校は偏差値いくつ、この高校は偏差値いくつって出ると思うんだよ。多分調べれば絶対分かるから、その時にまず自分の偏差値と同じぐらいの高校、この辺だったらちょっと頑張ればいけるかなって。でこれで勘違いしちゃいけないのが、例えば偏差値52の子がいるとするじゃん。で52の子が52の高校をやったで数字届いてるから 100% 入れるぜって違うからね。偏差値のその設定が同じぐらいだったら合格率 5,60% だから大体、半分受かるかなぐらいのイメージでいた方がいいです。いい、偏差値っていうのはその高校設定のプラス5ぐらいは持ってたにと安全とは言えないので、個人的な意見だよこれは。そうだからその辺も加味して、その辺も考えた上で、あこの辺だったら頑張ればいけるかな、届くかなっていう高校をまず選んでおく、自分でね。で実際まだいけないからそこまでモチベーション上がらないと思うんだけど、調べておくと。あとはチャレンジ校も設定しておく。まだ全然届かないかもだけど、あここの高校行けたらいいな、あでも私じゃ無理かな、レベル高いしな、みたいな高校も必ず考えておいてください。ここに行きたい、絶対行きたいってならなくていいから、この時期まだそんな無理してならなくてもいい、なったらいいんだよ、なったらいいんだけど、無理にならなくても大丈夫なので、あここの高校とかちょっといいかもなぐらいの、それを調べるっていうことを必ずする。いい、調べることは今すぐできるから、インターネットや携帯あればね、でピンことはできるし、先輩にも話聞けるし、で学校の先生、塾の先生に聞いてもいいわけだから、この高校ってどんな感じですかとか聞けるわけだからね。その調べるっていう行動は必ず集めとして、情報を集めておく、自分の中に、ね、それは必ずしておきましょう。で実際は高校見学、ね、夏休み行った時にそこで、ね、こういい悪いを感じて決めていったらいいと思いますので。でもねこんな悠長なこと言ってると、そんなんでいいんですかみたいな感じもするかもしれないんだけど、実際その欲望というか、この高校に行きたいっていう欲望は他人が出すことはできないんだよね。やっぱりその子本人が出すものだから、他人がどうこうはできない。他人が、周りの、例えば俺がね塾講師だったら先生やってる立場とか、あとは親御さんの方ができることっていうのは情報を提供してあげることだけだから、この高校はこういうらしいよって情報を提供してあげることしかできないので、あとは本人が心にどう刺さるか、どう感じるかがポイントなので。でそのね、そのさっきいつから勉強すればいいって時に、今からって話もしたんですけど、これね受験勉強を早めにやって絶対損はないです。遅く始めれば損はあるけどね。でなぜかっていうと、さっきも言ったように、夏休みにやっぱり志望校が決まってくる子、固まってくる子がほとんどなんだよ。多分自分の実家だと7割8割 70%80% の子がそんな感じなのね。で実際じゃあ高校見学行きました、行ってやばいここ行きたいって、ここ行きたいで先生みたいななった時に、ああ偏差値ちょっと厳しいなって、ちょっと目指すの厳しいかもしれないって、すごいもったいないんだよねそれって。せっかく行きたいって思ったのにその数字が足りない、もちろん夏休みからひっくり返すこともできるけど、だから現段階、今の段階でね、なんで勉強しない、今からなんで受験勉強しなきゃいけないかっていうと、早めに始めておいて、例えばその学力をつけておく、復習も今やってる勉強もそうだけど、学力を上げておけば選べる志望校が増えるんだよね。ね、
偏差値60の子が選べる高校の数、50の子が選べる高校の数は現実問題全然違うんだよ。いい？たくさんの中からここに行きたいって選べる子、ちょっとの中から選べる子に分かれてしまう。ね、それがすごいもったいないってすごい思ってきたから、いろんな子見てくる中でね。なので今から始めていってもらえたらなと思ってます。で、ちょっとね長くなっちゃうけど、じゃあその中3の勉強はさ、今やってることを復習すればいいじゃんか。で、勉強ってのは忘れないっていうことが勉強なので、その学校とか塾で学んだことを自分で、ね、使いこなせるように忘れないっていう努力をしてください、中3の勉強に関してはね。で、中1中にじゃあ何からやればいいのって話なんですけど、で、まず公立と私立でまた受験科目も違うので、そこちょっと今回はしょりますね。国数英の3科目の子もいれば、理社語を含めた5科目の子もいると思うんですけど、ひとまずは苦手単元をやっていくといい。で、早めに始めた方がいいのは数英です。個人的には数英は早く始めないと間に合わない。うん。で、理社は早めに始める、理社に関しては短い時間の勉強で結構実績が出やすいです。だから後からでもちょっと間に合いやすいの、努力で結構ひっくり返せる。そうけれど、数英はなかなかね、こう時間がかかってしまうので、自分が苦手だと思うところ、例えば自分のね、まあ俺 YouTube で動画こうやって配信してますけど、数英理社か、まあ全部あるか、全部、まあ国語はねちょっと文法しかないんですけど、全部単元揃ってるので、数学であれば、ああ一次関数ってなんだっけって、もちろんね計算がなんだっけと思う子は1年生の計算から絶対復習をする。大丈夫だよここと思わずにちょっとやってみる。意外と抜けたりするから。で、意外と抜けたりするところを狙ってくるから、受験問題作る方っていうのはね。なので今まだ時間があるからこそ、こう、なんだろう、丁寧に丁寧に復習していってください。で、必ず勉強したことはメモする。例えば、計算ここやってきました。自分だったらね、自分のホームページに動画一覧表があるので、これ今日やった。で、これも多分しばらく見なくても大丈夫だなとか、これ多分近いうちに復習しなきゃダメだなって、多分わかると思うんだよ、自分で勉強してて。だから、その辺を絶対メモる。人は忘れていくから。勉強した内容、何勉強したっけって忘れることほどもったいないことないので、だからそういった感じで自分のやってることをしっかり管理しながら一個一個復習していってください。いいかな。まだ時間があるから、あるからこそそういった丁寧な勉強、丁寧な復習をしていってもらえたらと思います。すいません、予定ではね7分ぐらいで終えるはずだったんですけど、めっちゃ話してしまった。まだねいっぱい話したいことあるんですが、ひとまず今回はこんな感じで終わりたいと思います。では今回はハイチのダラダラジオ第84回、受験勉強って何すればいいのというテーマで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回のテーマまだ決まってないんですけど、またね何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。